視聴者リクエスト第1弾、フィギュアスケート羽生結弦選手を占う、はい、さあ先生、リクエスト第1弾でございます、はい、コメント欄でぜひ占ってほしいということで、はい、羽生結弦選手でございます、北京オリンピックではですね、はい、良いでしたが、世界初の4回転半ジャンプということもありました、はい、大活躍の羽生選手でございます、今後の活躍、そして皆さん気になっている恋愛結婚なんてのも見ていただければと思います。はい、よろしくお願いします。彼は今運勢虎にいます。はい、で虎だとこれやっぱり自分の火が強まっていくので、ほうほう、非常によろしくて、はい、このオリンピックのやっぱり虎が3つ来たんですよ。虎、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 虎が3つ来たんですが、実はこれ水って言って、まさに水がこれこの火に倍化って言って、はい、これ張り付くんですけども、はい、これまさに氷に嫌われたという現象を表してます。だからちょうど今年、はい、なるほどなるほど、はい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 、今後は選手としてはいかがでしょうか。そうですね、そうしますと、あれですね、はい、この頭中核っていうのは この用心っていうのがこの水戸馬なんですよで彼の場合ここにないほう、確かにないですね。そうしますとこの運勢で来た時、はい、つまり2025年と2026年ですか、はい、あら、はい、ここが いわゆるここに、まあ、生還成果がありますから、はいはい、とこ あの2025と26がすごい有望ですね。あら、はい、3年後4年後、ね、確かに そうすると次の、ね、そうね、オリンピックもってなってきますけど、そうですね、ここら辺で、はいはいはい、おそらくもう一回ちょっとすごいことになるかもしれない。あら、うん、すごいですね。さあ恋愛運、結婚運なんていうのはいかがでしょうか。そうですね、結婚もおそらくこの辺りですよ。へえ、もうファンはじゃあ2025、2026寝れないですね、ここら辺ずっとドキドキしてますけども、さすがですね先生。このスポーツ選手に向いてるやっぱりこの面識なんでしょうか。あ、そうですね、一応これ獣王って言って、はい、このやっぱり陰樹っていうと食傷って言って、うんうん、そういうなんか技術と表現力を、はい、彼はもともと兼ね備えてる。はあ、はい、もうフィギュアスケート選手にも一番合ってる、ねね、はい、なるほど、さすがの活躍でございます。2025、2026までですね、はい、もうずっと、活躍続くと思いますの です、皆さんも要注目でございます、はい、先生今日もありがとうございました、はい、よかったら皆さんコメント欄にどしどしと、リクエスト受け付けますので、占ってほしい芸能人、有名人、スポーツ選手の方、そしてその理由も書いていただけると助かります。それではまた明日もご覧ください。また明日。